一般的に明治大学の学生ってこういうふうな就活動きをするよねみたいな話を教えていただけたらなと思います。はい、どうも皆さんこんにちは、特集のマサです。サスケです。というわけで本日もですね、キーエンス出身の、はい、ジュイチさんですよ。ジュイチさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあいろいろ話してきましたけれども、本日のテーマはジュイチさんですね、キーエンス入られたんですけど、もともとは明治大学出身ということで、うん、まあ、明治大学生から見た就活事情、まあ、ここをちょっと掘っていきたいなと。いいですね、結構この特集のコメント欄とかに、マーチでも入れるんですかみたいな、結構ね、明治大生のニーズ、結構大きいんですよ。はいはいはい。なので、多いよね。そうそうそう。まさにね、明治大学からキーエンスという素晴らしい企業に内定されていらっしゃるジュイチさんに、当時どのような情報収集の仕方をしていたのか、だったり、一般的に明治大学の学生って、こういうふうな就活動きをするよね、みたいな話を教えていただけたらなと思います。明治大生っていうのは、ごめんなさい、そもそも学部どちらでしたっけ？僕は政治経済学部の政治学科。政治経済、何人ぐらいいらっしゃるんですか、1学年で。1000人ぐらい。1000人ぐらい。多いですね。多分。じゃあ、ジュイチさんがカバーできる範囲というのは、政治経済の学部生の動き方。結構違うんですか、学部で動き方としては。そうですか、いえ、そこは大して変わらないと思います。明治大学生でくくる動き方としては、傾向としては。なるほど。そうですね。はい、どういった業界に志望される学生の方が多いんですか？金融系が一番多かったな。なるほどですね。はい、それメガベン。メガベンチャーメガバンク。メガバンク。大きい弁当かな。メガベンチャーの方や。はい、メガバンクの、じゃあ、青い銀行、緑の銀行、赤い銀行、あのあたりが、まあ、一番多かった印象ですね。実際に入られた方も、そこが一番多かったかな。なるほどね。金融業界以外にはどういったところが、あとはまた、メーカーとか、が多かったな、っていう感じで、なんかそんなベンチャーみたいな感じの、まあ、いわゆる流行りのところみたいなのはあんまないですし、まあ、もちろん消費者もそこまで多くないかな、っていうイメージですね。はい。じゃあそしたら、当時ですけれども、明治大学時代、3年生の春ぐらいから、まあ、いろんなインターンシップに行かれてらっしゃる。そうでしたね。はい。とかおっしゃってましたけど、はい、結構意識高い系だったのかな。まあ、そうっすね。それこそ総合商社の業界もそうですし、はい、他には業界どこでしたっけ？あとデベロッパー。そうだ、デベロッパーの業界とかにも、志願されてらっしゃったというお話ありましたが、はい、どういった、その就活対策というか、動き方を当時されてらっしゃいました？まず最初の情報収集の話でいうと、やっぱりいろんなウェブサイトをまず見ました。最初はなんかよくあるマイナビとかリクナビとかだけじゃなくて、なんかもっとニッチないろんなサイトがあると思うんですけど、そこをまずこういろいろバーってまず情報収集して、次に行ってみる、行ってみる、まあ説明会だったりとか、さっき言ったインターンとかで行ってみると、自分でね経験してみると、経験してみると、でそこの経験則からこうどんどん狭めていくっていうのと、そこでできた友人とか知り合いとか、そこから新しい情報を得るみたいな、他の大学も含めて、それをずっと繰り返してるみたいな感じでしたね。結構長いことやってらっしゃいますね、そして1年間とか。そうですね、やりましたね。楽しんでましたね、どっちかというと。それはいいですね。いいですね。実際に説明会とかされてみて、どうでした？何かそこで得るものってあるもんな。本当に触りぐらいだと思うんですけど、その業界が何やってるのかっていうところとか、あとやっぱり結構人事の人とかをよく見るんですよね、やっぱ説明されてる。で、その人が、まあ、いわゆる会社の顔になるんで、その人が、まあ、いけてるかいけてないかじゃないですけど、そこではこの会社こんな感じなんだろうなっていう活動を持って見てはしましたね。はい。この明治大学の自分の周りの友達も似たような動きをされてらっしゃる。はいはい、それとも、中一さんがめちゃくちゃ意識高くて、そういうことをやられてらっしゃる。どっちのタイプなんですか？後者ですね。トップ就活チャンネル。通常はもうちょっと差し迫った形で就活を始める学生が多いというわけですよね。いや、本当おっしゃる通りです。でもそのあたりって、ジュイチさんが事前に準備をされたというなんか何かしらこうメリットみたいなのを感じた時はありますよね。やっぱり仲間で生きるのがやっぱり一番メリットでしたね。はいはいはい。さすがに説明会だとあれなんですけど、インターンに行く時の一緒のやった仲間みたいなのが実は今でもつながっている、むしろ一番仲いい仲間みたいなのがそのインターンでできる。すごいですね。本当に普通に友達ですね。そう、普通に友達作れて、まあもちろん就活なんでどこの会社行くっていうのがもちろん一番大事だったんですけど、それ以外にも得れるんだよみたいなのがあったなっていうのが僕は一番良かったなと
と思うんですね。そうですよね、うん、まあ、いろんな仲間にも出会えるし、うん、かつその自分が、まあ、どういうファーストキャリアの選択肢を持っているのか、そうですね、そうですね、っていうところもいろんなところに行ったからこそ割と納得のいく、ね、就活ができるのかなと個人的に思ってますね、はい、それこそなんか何かしらこう本での対策とか、うん、何かこう就活塾とか、うんうんうん、そういったものはなんか考えたことってあります？うん、あ、でも就活塾はやっぱ考えましたね。あ、考えるんだ。やっぱそこの方法論的な話、はいはいはい、テクニックやっぱ聞くじゃないですか、先輩とかにも、うんうんうん、なんでそこに対策でどういうふうに ES 書いて、はいはい、こう答えて、うん、みたいなのはやっぱり他の人から学ぶべきなのかなとは思いました。でも実際にはまあ行かなかった。行かなかったですね。何かこうご自身で、はい、まあ、就活塾とか行かなかったけれども、はい、その練習とか、うんうん、なんかそういう場を意識的に作った経験とかってありますか？あ、それはあります。それどのような？さっき言った僕は特に意識高い系みたいな感じだったんですけど、うん、たまたま同じ大学の中に別の学部なんですけど、はい、そういう結構パッションを持った仲間が実はいまして、うんうんうん、はい、そういうつらでこう仲間になりまして、うん、その中でその就活の情報の共有とか、うん、あとさっき言ったその面接の練習みたいなやつを結構定期的にやってました、うんうんうん、はい、なるほどね。やっぱりこう仲間内でしっかりと対策を積むっていうのは、うん、まあ、一つ有効な手立てだと、うん、そうですね、いうわけですね。わかりました、わかりました。その明治大生として、はい、なんかその持っておくべき心構えというか、うん、そのなんか就活に臨むにあたって、うん、明治大学だからこそこういうポジションが取れるんじゃないかとか、はい、そういうアドバイスがあれば、はい、最後いただけたらなと、はいはいはい、やっぱ愚直であれ。おー、いいメッセージ。プラス最後ごめんなさい、もう一回だけ言っていいですか、はい、前っていうのがありまして、何かというと明治大学校訓なんですけど、はいはいはい、こうトイレとかに入ると、はい、お男子便器のここに前それ校訓なんですか？校訓みたいな感じなんです見る気がするんですけど校訓なんですか？愚直に前、うん、はいはいはい、ですかね。それはやっぱりこう、うん、合同説明会とかに行くときにも、うん、もう最前列に並ぶとか、うん、もう本当そういうことですね。前のめりに人事の方に質問しに行くとか、はい、OB 訪問とかでも積極的に調べて、はい、自分の仮説をぶつけに行くとか、はい、そういうことですよね。本当そういうことです、うん、なるほどね。これ別に明治大学に限ったことじゃないですね、うんうんうん、でも、まあ、まさに先輩ですから、はい、愚直に前へというのは非常に響く言葉かなと思っておりますが、さすけさん、はい、そろそろ総評の時間がやってまいりましたよ、はい、いかがでしょうか？本日はですね、まあ、獣医さんから習ったと思うんですけども、就活期間を長く取る、これは一個選択肢としてはすごくいい手法ですと。なるほど。でもちろんその期間を長く取れば内定取れるわけではないんですけども、うん、長く取ることで2つメリットがあって、やはり圧倒的に取れるアクションの量が増える可能性が高いっていうのと、うん、あと獣医さんがおっしゃった通り、ネットワーキング、ここってやっぱり早めに動いてる学生ほどやっぱ意識高いんですよね、うんうんうん、で、まあ、ハイレベルな学生も多いですし、ここと早期ね作れるネットワークっていうのは多分今後の情報共有とか、うん、まあ、ディスカッションの場とかに面接対策が効いてくるんで、うんうんうん、ね、なおさらなんならもう今でもまだ関係ついてるぐらいのネットワーキングなんで、早めに出るのでそういった学生の出会える確率が上がるっていう意味で、まあ、結構やっぱり早めに動き出すっていうのは選択肢としてすごく有効な手なのかなと思いました。いいですね、いいですね。というわけで本日も最後までありがとうございました。また次回お会いしましょう。 See you next time. バイバイ。